ルキウス・マルキウス・ピリップスは、紀元前一世紀中期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前38年に補充執政官を務めた。ピリップスはプレブスである、マルキウス氏族の出身。紀元前367年のリキニウス・セクスティウス法によりプレブスも執政官になることが認められると、マルキウス氏族も行位の役職を得るようになった。 後の紀元前1世紀に作られた経図では、伝説的な愛国者、グナイウス・マルキウス・コリオラヌスを先祖としているが、これが正しいとすれば、王政ローマの第四代王、アンクス・マルキウスにたどり着き、さらに母方をたどると、第二代王沼、ポンピリウスにつながる。古代の経図学者は、マルキウス氏族は沼、ポンピリウスの血を引くことから、軍神マールスの子孫としている。 紀元前4世紀半ばに、ガイウス・マルキウス・ルティルスは、プレブス出身者として、初めて独裁官と観察官に就任し、また失政官を4度務めている。この点について、ドイツの歴史家ミュンザーは、マルキウス氏族は、実際には、パトリキの起源を持つと推察している。ピリップスのコグノーメンを名乗ったのは、紀元前281年の失政官、クイントス・マルキウス・ピリップスである。 古代の資料はこの家族名をマケドニア王の名前と関連づけているが明らかに誤りである。現代の歴史学者は一般的な家族名であるピロと同じ起源と考えている。ピリップスの父は同盟の起源前56年の執政官、祖父も同盟で起源前91年の執政官である。歴史学者は ピリップスの生誕年を紀元前80年頃と推定している。母の名前は不明である。チチルキウスは紀元前58年にカエサルの命でガイウス・オクタウィウスの未亡人であったアティアと再婚している。アティアには全夫との間に娘二人と息子一人があった。この息子が後の初代皇帝アウグストスである。ピリップスは紀元前56年に 造兵官を務め、政治家への道を歩み始めた。この時に、マルキウス氏族を称えるデナリウス銀貨を鋳造している。コインの裏面には、紀元前144年に建設されたマルキア水道の水道橋が、表面には、氏族の先祖とされる第四大王、アンクス・マルキウスが描かれている。マルキア水道を建設したのはベッケノクインプス、マルキウス・レクスであるが、 レックス家の業績も含めて、氏族の栄光とすることを意図したのであろう。ポンペイウスとカイサルの内戦が始まると、ピリップスはカイサルを支持した。紀元前49年、すなわち内戦が開始された年に、ピリップスは、五民間を務めていた。元老院の議員構成は、ポンペイウス有利なものであり、ファウストスコルネリウススラをマウレタニアに派遣して、マウレタニアを、 ボグドとその後継者、ボッカス2世に、ポンペイウスに加担する、よう依頼するとの提案が出た。しかし、ピリップスが拒否権を発動したため、スッラが派遣されることはなかった。内乱の終了後、カエサルは、紀元前44年のプラエトルにピリップスを任命した。カエサル暗殺後、マルクス・アントニウスは、俗州の再分配を行おうとしたが、ピリップスはこれに反対した。 キケロはこれを称賛している。その後、ピリプスは、議定で、カエサルが後継者に指名したオクタヴィアヌスを支持した。紀元前38年には、ルキウス・コルネリウス・レントルスと共に補充失政官に任じられている。紀元前34年、または紀元前33年には、プロコンスル権限で、ヒスパニアの総督を務め、ローマに戻って、凱旋式を実施した。 スエトニウスによると、ピリップスは、紀元前29年に、ローマのヘラクレスムーサ神殿を再建したという。ピリップスは、義母の妹にあたる、ショアティアと結婚した。娘は、紀元前11年の失政官パウルス、ファビウス・マクシムスと結婚し、孫娘は、西暦14年の失政官、セクストゥス・アップレウスの妻となった。ありがとうございます。